ちゃんは見た。私はツツジ。田舎の零細企業の事務員として先週から働き始めたばかりだ。アットホームな職場という言葉に惹かれ入社したのだけど。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はまだ出勤してきてないんだ。私の会社での平穏な時間は短い。おはようございます。この声は。おはようございます。おはよう。そう、この人が出勤してくるまでの間挨拶はしなきゃ。おはようございます。ダメだ、今日も私はいない人扱い。私は先輩のあずみさんに無視され続けている。私があずみさんに無視され始めたのは実は入社初日からだった。今日から入社しましたツツジです。何卒よろしくお願いします。先輩だからそんな簡単に後輩とは話してくれないのかな。仕事を頑張って信頼してもらわなきゃ。初日こそはそう考えていたんだけど、翌日あざみさんのおかしさに気づいていった。どうしよう。仕事は初日に渡されたマニュアル読んで何とかしてるけど、調べてもわからないことが出てきちゃった。あざみ先輩、先輩が担当してるし、きっと聞いたら教えてくれるよね。あざみ先輩、経理の資料でわからないことがあってお伺いしたいのですが、後ほどお時間いただけますか？あ、忙しい時に声かけちゃったかな。今は柊木社長も譲りは主任もいないし、お昼休憩の時に声かけてみよう。失礼します。先ほどはお忙しい時に声をかけてしまい申し訳ございませんでした。なんでやねん。疲れたわ。あら、譲りは主任お疲れ様。こっち空いてるわよ。聞いて、取引先の担当がほんと最悪で。お疲れ様でした。それでね、なんだろう、こんなこと思っちゃダメなのかもしれないけど、私あざみさんにわざと無視されてるような。ツツジ、顔色悪いよ。何かあった？ううん、私の勘違いかもしれないから話半分で聞いてほしいんだけど、彼氏の黒木くんに日中会ったことを説明すると。無視されてそうな気もするけど、まあよくある話といえばよくある話だよな。そうだよね。先輩たちも忙しかったり、取引先でストレス溜まるようなこと言われた後だから、ツツジに構ってる暇なかったのかも。社会人って大変だよな。なんか困ったことあったら俺に何でも相談して。まあ1年先輩なだけだけど。あ、ありがとう。研修もなく、わからないことも教えてもらえない。それでもまだなんとかなったのは、あざみさんが帰った後に直接主任に質問する時間が取れたからだ。え、経費の申請書類の書き方マニュアルに載ってなかったの？前の人には困ったわね。このマニュアルって前任の方が作成したんですか？なんていうか、おどおどしてて困った子でね。あざみさん曰く、わからないことがあると。これって自分で調べる前に何でも人に聞く子だったらしいから、忙しい中教えるのに手間取っててね。だから自分でマニュアルを作りなさい、それも仕事よって言ったの。そうなんですね。まあ新人の子ってなぜかすぐ辞めちゃうから、私も一から教えるのを諦めちゃってるんだけど、ここ3年間で5人辞めたのよ。みんな理由は一身上の理由か親の介護。そんなに世の中元気のない親ばっかりかしら。社長も私も頭抱えてるのよ。そうなんですか、大変ですね。社長も社長で出張ばっかりで、朝に顔を出したと思ったら全然会社に戻ってこないし、ほんと最悪。あんな社長ならいなくてもいいわ。あとよろしく。長く働いてくれてるのはあざみさんだけだから。あの人がいなかったらもう会社が潰れててもおかしくないわよ。あの、何？何でもありません。書類の書き方
教えてくれてありがとうございます。あざみさんが仕事を聞いても教えてくれなかったっていうのが原因なんじゃって思ったけど、あざみさん会社の人からも信頼されてるから、私が失礼なこと言ってるって捉えられてもおかしくないかも。失礼ね。でもとうとう私の疑問が確信に変わる日が訪れた。今日はあざみさんと二人か。気まずいし仕事に集中しよう。ちょっとよろしいかしら。あざみさん。はい、何でしょうか。1ヶ月前の会長の退陣祝いの時、従業員全員で割り勘で払ってもらったお花代、まだあなた払ってないわよね。でもその時まだ私入社してなかったんですが。私が入社したの1週間前です。もしかすると前任の方とお間違いではないですか。いいえ、間違えていませんよ。新入社員なんですから同じですよね。同じ？すぐ辞める人なんていちいち覚えてられないわ。誰が立て替えたと思ってるの。それはさすがに横暴じゃないですか。私は会長に会ったこともないのにお金だけなんて。はあ？あなたそうやって会社のことを貶めるの？会ったことはないって。会長よ会長、この会社の発展に寄与した方の退任祝いのお花代を会ったことないなんて理由だけで支払い拒否するなんて、ずいぶんお偉い新入社員さんね。私そんなつもりじゃ。まあいいわ、500円それで許すわ。新人の子ってなぜかすぐ辞めちゃうから、長く働いてくれてるのはあざみさんだけだから、あの人がいなかったらもう会社が潰れててもおかしくないわよ。失礼なことを言ってしまい申し訳ございませんでした。わかればいいのよ。今後とも別にいてもいなくても構わないけど、仕事の邪魔はするんじゃないわよ。その後も似たようなことが何度かあり、サプライズで社長の誕生日プレゼント買うのよ。その度にお金を渡すようになってしまった。こんなのって、黒木くん、私もう会社辞めたい。え、もしかしてこの前の先輩の話。実はなんだそれ、恐喝じゃん。そんなこと言われても知らねえよって話だよな。安い安くないの話じゃなくて、人を人として見てないそのあざみとやらがおかしいだろ。辻への態度も明確に悪意で無視してたんだなって思ったし。つらかった。たった1週間だけど存在をいないものとして扱われて、お金だけ取られて。あのさ、つつじがあからさまに無視されたりお金取られた時って、いつもあざみさんと事務所で2人きりだったりする？そういえばそうかも。ちょっと調べてほしいことがあるんだけど。その後、黒木くんの提案で私は会社であることを調べた。そして週末、急に呼び出してすみません、ゆりさん。いえ、連絡をもらった時はすごく驚きましたが、あの経理の人、あなたにも同じことをしていたんですね。やっぱり、あざみさんはあなたからも小銭をせしめていたんですね。この方はゆりさん、私の前任の人だ。私が黒木くんに依頼されたのは前任の人の連絡先を調べることだったのだ。マニュアルでわからないことがあると主任に相談し、ゆりさんと連絡を取ることができたのだ。ゆりさん、ごめんなさいね。新しい担当の人が聞きたいことがあるって。3ヶ月前、あざみさんは入社したばかりの私に、最近ことぶき退社した先輩という人のご祝儀を請求してきました。その先輩の挙式には会社全員で行ったから、ご祝儀は全員で割り勘するべきだって私に5000円を要求してきました。5000円、絶妙な金額だな。ゆりさんも払ってしまったんですか。最初は断ったんですが、仕事もろくにできない新人が偉そうだ、これならことぶき退社した先輩に戻ってくるよう言わなければいけないと言われて、当時は会社に頼れる人が彼女しかいなくて。すいません、この資料なんですが、完全に視野が狭まってて、結局心が壊れて会社は退職しました。今でも病院に通ってます。新しい仕事に就こうにもうまく就活がいってなくて。ゆりさん、私も一緒です。
黒木くんがいなかったら私は心を病んでいたかもしれない。つつじさん、あんな会社今すぐ辞めてもいいと思います。社長はいつもいないし、主任はあざみさんの言いなりだし、会社としても破綻してるんです。あなたが頑張る必要なんてないです。いえ、ゆりさんの話を聞いてますます引き下がるわけにはいかなくなりました。翌日、あざみさん、おはようございます。あの、これ…あ、何これ。前任の人から聞いたんです。数ヶ月前に寿退社した先輩がいらっしゃったんですよね。そのご祝儀です。え、私は人生で初めての復讐をすることにしたのだ。先輩、先週会長のお花代を請求するときに言ってたじゃないですか。会社の発展に寄与した方にお金を払わないのは失礼だって。だから私、他にもそういった払い忘れがないか怖くなって前任の方に聞いたんです。寿退社、会長のお花代、何それ、私も知らないわよ。寿退社の社員なんてもう何年もいないはずなんだけど。そもそも会長なんてこの会社にいないですよ。僕の代で立ち上げた会社なので。どういうこと、あざみさん。何言ってるのよ。前任の方ってゆりさんですよね。この件に関してはあざみさんの話をしっかり聞く必要がありそうですね。主任、他の辞めた新人さんにも確認を取ってもらえませんか。類似の案件があったらあざみさんは完全に黒でしょうから。わかりました。1時間後。主任の誕生日プレゼント代500円、色紙代、お花代、会長のお葬式の香典、いろいろ話が聞けたわ。会長は死んだり退陣したり大変ね。私の誕生日プレゼントはどこに行ったのかしら。どれも額面としては大したことないんでしょうが、そういう詐欺をして新入社員から小銭をせしめてたことは容認できませんね。詐欺？私はそんなつもりでやってたんじゃないわよ。どんなつもりでやってたかなんて知ったことじゃないわよ。こっちは次々と新人が辞める理由がわからなくて頭抱えてたのに。まさか原因があなたの小賢しい小銭稼ぎと嘘の生活なんて。嘘つきはそいつよ。私をはめて会社に居座ろうとしてるのよ。人の人生を壊して何が楽しいのよ。何を言ってるんですか。ゆりさんの生活を壊しておいてそんなことよく平気で言いますね。他に言い訳があるなら警察で言ってくださいね。そのご祝儀は返さなくていいですよ。小銭ですので。え、私との手切れ金だと思ってください。もしもし警察ですか。こうして十数分後、主任が呼んだ警察官にあざみさんは連行されていった。覚えてなさいよ。警察の調査の結果、あざみさんは詐欺、恐喝の罪で起訴された。場合によってはパラハラ絡みの罪でも立件されるかもしれないけど、今のところは未定のよう。今回の件で社長も私も反省したわ。忙しいからといって会社の運営を全部あの人に任せて、結果これだもの。あざみさんからの新人の悪口も全部鵜呑みにして、みんなの話を聞かなかった私たちもある意味加害者なのかもしれないわね。あざみさん、主任や社長にはいい顔していたんだから仕方ないと思います。つつじさん、あなたには迷惑をかけたわね。あなた最後にご祝儀なんて渡してたけど、あれ大丈夫なの。あざみさん持って行っちゃったけど、いくら入ってたか教えてくれれば社長に頼んで来月の給料につけておくわよ。大丈夫です。中には300円しか入れてないので。え、一応ご祝儀なので割り切れない金額の方がいいかなって。何よそれ、笑える。あなたって本当に真面目な子なのね。こんな会社だけど、これからも働いてもらえたら嬉しいわ。嫌な思いもしただろうから無理にとは言わないけれど。え、続けたいです。もしかしたらわからないことを何度も聞いてご迷惑をおかけするかもしれませんが。もちろんよ、何でも聞いて。しかし困ったわね。あざみさんがいなくなった分忙しくなるわ。また求人をかけなきゃ。それなら紹介したい方がいるんです。数日後。またよろしくお願いします。就職先を探していたゆりさんは再びこの会社に戻ってきた。ゆりさん、あの時はごめんなさい。以前の態度や待遇に対して社長と主任は謝罪、無事和解することができた。
こうしてあざみさんの罪は法によって裁かれ、私とゆりさんは会社の一員として働き続けることになった。めでたしめでたしだね。よかったよ。お金取る先輩がいるって聞いたとき本当に心配したんだぞ。へへ、黒木くんのおかげで戦えたんだ。ありがとう。いいよ別に。その後、おはようございます。おはよう。おはよう。おはようございます。さあ今日も頑張るぞ。まだまだ社会人としては半人前だけど、これから先にはもっといい未来が私たちには待っているよね。ご視聴いただきありがとうございました。いくら会社にいる歴が長い人だからといっても、一方だけの主張を鵜呑みにするのは良くないですよね。そもそも新人が何もできないなんて当たり前のことですよ。教えるべきこともまともに教えられていないのならなおさらです。ただでさえ新しい環境で緊張状態にあるんですから、寄り添ってあげることって必要なことなんじゃないでしょうか。何にせよ中立の立場でいるって本当に大事なことです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。